じゃあ何が何でも守るしかねえな、パークを。とりあえず順調ではあるけど、ノリノリですやん。使えるものは使ってるし、これ以上がないってことなんでしょ。間に合わない。そうか、サメが出ちまうとな、本当にビビっちまうからな。ああ、アトラクション着ぐるみ、すべてしっかり運用できてる。他じゃ見れねえよな。将来性はめっちゃある。このまま続ければ絶対売り上げはどんどん上がっていく。もう期限に間に合わない。エレメンタリオの結束も高まったし。お？おお。あ、パレード。夜のぶ。いや、これはもう、うなぎ登りでしょ。うん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 、よし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 。今のところ。うんうんうん。うん、浮かない顔だけど。わかってるんだ。このままじゃ、間に合わないってこと。で、将来性があるからって、伸ばしてくれるようなやつじゃないと思うし。でも動いてみる。カニエが説得、一旦お願いしてみる。でも無理だと思う。やったとしても、でも売り上げだけじゃなくて、あのアニムスの件もあるから、そこは本当順調なんでしょ。こんだけ来てるわけだから。だから前回シルフィが気づいた花が増えてるし、でラティファにもいい影響が出てるはずだよね。記憶が戻ったりする？で、あのことっていうのは何なのか。で、今のもずっと気になってるけど。で、ずいぶん昔に、この城を設計とか言ってたけど、それはどのレベルの昔？このパークがさ、あの、こっちに来てから、この世界で組み上げたもんなら、すべて。親世代とも予想できるけど、そうじゃなくて持ってきたのが一部あるとしたら、城とか、あの本当先祖世代になっちゃうじゃん。リニューアル、あ、え、やばいやばいやばい、触れ合い。いや、スタジアムの件かと思った。何してんの。ヘッドバッキン。遊園地じゃない。まあここだけの味かな。いいか、これはこれで成立してるなら。まあいいんじゃねえか。モッフル指揮官ね、ネズミ隊じゃなくても。うんうんうん、いいよいいよ、ふざけろ、ここだけの魅力や。うんうん、でももう期限が、あと何日？ん？おおお、いいじゃん。すぐ放送してくれんの？ん？ん？例の件。え？5つも分かってる？
何かを探してる。記録か何か、それとも人材、前かがみ、どうでもええわ。うん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 、うん、お忙しい。そこはどうでもいいって。いや、いいお酒飲めるよね、美味しいよね。いいね、ホッケ。ガチやん。ほんとオーダーが渋いんだってば。うんうんうん、だよね、嬉しいよね、うん、アニムスめっちゃ集まってるやろ、よかったね。最初はどうなることかと思ったけども、あ、いや、でも、え、あのこととは、あ、足りないって話、間に合わない、いやでも加入も分かってる、いや、うん、お、来た、いくつ問題があるんだ、え、新作。めっちゃ似合う。マーマレード、こう、ほうほう、うんうん、嬉しいね、よかったね、託して。え、待って、何なのこの流れる寂しげな空気。すごい、あ、やっぱダメなの？アニムスだけじゃないの？で、花との関係は？さすがに、うん、事情聞くだろ？ただごとじゃねえって。もうここまで来たらカニも身内じゃないの？ダメ？イスズは？うん、話してどうなるもんでもねえってこと？うん、アニムス、うんうんうん、でもパークがなくなってもすぐ消えるわけじゃなくて、どっかに移ればって、竜の襲撃、うん、ほう、一頭の竜だから城あんな完全防備なの、できなかった、魔法使いか、はい、うなずくしかできない、うん、ほう、え、それがラティファ、うん、
うん、契約を果たしてくれた。こっちも果たしたくない。それは魔法使いがかわいそうじゃないの。ケツがな、え、そうなの？え、静養をさせる？え、結合していく件はもう大丈夫なの？今静養中で、記憶の件はどういう状態なの？うんうんうん、西洋地がなくなっちゃうから本当にやばい。ここしかないラティファニーは。じゃあ何が何でも守るしかねえな、パークを。まあ親父の気持ちもわかるけど、やってもらったんだから実際に受けちゃったわけだし、だったら最初から受けるな話やな。魔法使いがひどいわけでは、いや、ひどいはひどいけど責任を押し付けるのは違うよね、うん、でラティファは何も関係ないというか、なんというか、不調をきたしてる。不可能。うん、打つ手がない。命に関わるのに。うん。吐き出してもいいんじゃねえの？大人になれない。うんうんうん、希望を捨ててないから。奇跡。うん。うん。来てくれたことでね。うんうんうん。いやいや、奇跡だよ。3ヶ月前からは考えられない。うん、で結局過去のことはカニエ、思い出した？ラティフはあの頃から変わってないよね。過去のラティファは、今の本心は分からんけど、へっちゃらじゃなかったよね。それをカニエがあの時、もう決意した。確実な保証がある。速攻で結果が出る作戦を。どうしよう。うん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 、いや待って待って待って、
炎上してる場合じゃない、すごい焦ってるのよ。うん、みんなにもある程度共有する、いや共有というか、いや火をつけなきゃいけないよね、みんなにも。パークの来場者数を増やす。お、本当にやばいぞ。え、どこまで行くんだこれ。最後の土日か。そうだよね、バラバラになりかけてるよね。まずい流れになってる。そう、モッフルは分かってるもんな、そこな。モッフル協力してくれねえか？いや、協力というか支えてくれねえか。ここまでめっちゃ頑張ったよ、カニゲは。無理もねえって、こんなに追い詰められてんのは。忘れちゃダメ。姉さん呼びだけどおばさんなんだよね、若いよね。姉さんを頼るわけでもない。あの花咲くいろはの件があったからさ。冗談なんだ。マジか、冗談なんだ。そこモッフル分かんないよね。うん、偶然迷い込む。うん、やっぱり、うん、へっちゃらじゃなかった、少なくともこの時は。だけど聖徳太子のモノマネ。笑わせた。うんうん。
うんうんうん、やっぱみんななの？なんだそれ、リセットされんの？インデックスよりひどいんだけど。だから記憶が、でも多分なんとなく残ってるんだろう。カニエの信頼、最初。ちょっと待って、突然重い、マジか。そっか、カニエ分かってなかったのか、今か。うん、諦めてた。うん、しょ、マジか。やるっきゃね。気合い入れ直した。え？何？何が？ん？え、何？ん？10日で10万人？ずっと探してた、なんか、パークの中で？それとも外部で人材？いや、多分中だよな。今までの中にヒントあった？魔法使い許可の件はだって向こうの話なんでしょ？でこっちに来た西洋。いや、記憶リセット関連はちょっとずるいわ。そんなんもう無条件に来ちまうじゃん、おい。マジか。本当に覚えてない。でもなんか残ってるんでしょ、きっと、と思いたい。10日だぞ。宣伝？アトラクション？1ミリも出てこんよ。動画も出したしな。はい。うん。多くの着ぐるみはともかく、そのまま、え、落とし穴も。これでもう心配ない。え、本当に？え、心配、本当に心配ない？信じていいの？フラグにも取れるんだけども。もう、加減に火はついたし、モッフルともちょっと分かり合えた感があるから、やっぱ、まあ、トップの結束なんでしょう。うん、みんなに全部ラティファのことをぶちまけるまでいかんでしょう、うん、最悪ほんとやってもいいとは思うけどね、うん、そうじゃなくてブルーニゴの支配人として指示出してみんなを導くっていう、うん、葉っぱをかけるのは自分だけでいいか。
マジでね、記憶関連はちょっと弱いんだよね。どうにかしてあげてほしいわ。最終的に呪縛を解くんだろう、きっと。魔法使いの。だその話はもう終わったの？もう大丈夫なの？静養してるんだもんね。まあ、毎日に備えて城を強固にしてるとは言ったけれども、そこは一旦忘れよ。ヒロインはラティファなのかね。いやダブルヒロインなのかな。いやどっちもいいよな。俺本当最初はというか、いや最初からなイスズがさすごく好みでって、ね、見始めたって言ったけどさ、いやラティファがここまでね来るとは思ってなかった。特に前回のすごい可愛かったし。って今のコロッケ作ってるとことかさ、でも成長できないんだよねずっと。いやーでもあんな気丈にさ、そして信じてさ奇跡を、もちろん強がってる部分もあるとは思うよ。本当にこれでもう心配ないって安心させてあげてほしい、期待しよう。次回第11話、これでもう心配ないってお会いしましょう。